こんにちは、かおりです。よろしくお願いします。12月12日に双子座の満月があるんですね。で、以前も射手座の新月の時にいかに身軽になれるか、いかに軽やかになって自分のフォーカスした方に波に乗っていけるかっていうような、エネルギーの流れに沿っていけるかっていうようなお話をしたんですが、この双子座の満月っていうのは、双子座ってなんか好奇心が旺盛であったりとか、あとフットワークの軽さであったりとか、でその双子座の関連する支配星っていうのが水星なんですよね。で、水星はコミュニケーションとか、まあ、情報であったり伝達であったりっていうところなんですよね。で、まあ、エレメントで言うと風のサインで、本当全て共通しているのが軽やかっていう感じなんですよね。で、この双子座のアロマっていうのがペパーミントだったりとかで、ペパーミントも以前どこかの動画で、あの執着を手放すのにとってもお役立ちですよっていうお話をしたんですね。で、その香りを嗅いだ瞬間にふわってなる爽快感とともに、思考がスーって消えてくんですよね、嗅いだ瞬間。そしてなんか何かにこだわりを持っていたことに対してのこだわりをなくしてくれたりとか、それこそ身軽になれたりとか軽やかになれたりっていうようなアロマでもあったりするんですよね。で、その他にもちょっと情報が入りすぎてしまったりとか、まあ、人間関係とかコミュニケーションなので、それでちょっと息が詰まりそうになってしまったりとか、そういう風にも起こりやすかったりするので、そういった時はレモングラスで、その情報に左右されてしまったりとか、周りの環境に左右されてしまいそうな軸を正し、陰と陽をピンとバランスを整えてくれる香りでもあるんですよね。そして、まあ、筋肉とかにも働きかけてくれて、あのこうやって緊張からくる肩こりとかにちょっと効いてくれたりとかするような香りなんですが、そういったのもそうですし、あとベンゾインっていうのがすごく深い呼吸にさせてくれるような香りなんですよね。で、そのペパーミントもスーってあの空気が入ってくるような感じですし、あとユーカリとかもこの喉のチャクラに、あ、そう、それであの水星の関連するチャクラっていうのが第5チャクラで、喉のチャクラなんですよね。なので、そういったユーカリとかで喉のケアをしてあげたりとか、ここにブルーの色でちょっと光を当ててあげるとか、そういったのもいいですし、なのでこのそれらの共通する軽やかであったり、フットワークの軽さであったり、柔軟性であったりっていうのが大切になってくるんですが、で、この満月っていうのは不要なものを手放していく時期でもあるんですよね。なので以前の射手座の新月の時に、ちゃんとしっかり自分の方向性っていうものに矢を向け、それでその向かっていく最中で不要なものを手放していきましょうってお話をしたんですが、まさにそういった時期に最適なのがこの満月、双子座の満月なんじゃないのかなって感じていて、で、新月で一度こうやって決めて、そこに向かっていく最中に、この満月でちょっと見直しというかね、で、人間関係であってもそうですし、身の回りの情報であってもそうですし、まあ、SNS だとかいろいろね、そういった環境、自分の身の回りの情報に関する環境もそうですし、いかに自分が身軽になれるかっていうところに焦点を合わせた時に、自分にとって、ああ、もうこれは必要ないなっていうのがあれば、どん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 潔く手放していくような時期なんですよね。で、これからまた冬至に向かってもっともっと身軽になっていく必要があるじゃないですか。なので、今はそういった時に思い切ってちょっと手放してみるっていうアクションに出るっていうのがとってもいいんじゃないのかなって思うんですよね。で、双子座のアロマってそういうペパーミントとか、そういう開放な香りとかもそうなんですが、また先ほども言ったように、ちょっと神経があのあちこちね、あの
フットワークの軽さもそうですし、柔軟性もそうなんですが、あちこちに器用に対応できるため、その分ストレスがかかってしまいやすかったりっていうのもあるんですよね。なので、そういったちょっと神経が過敏になっているものを落ち着かせてくれるようなラベンダーであったり、スイートマジュラムとかもいいんですよね。なので、ちょっとペパーミントとラベンダーをミックスするとか、そういうのでもいいですし、ちょっと2つ正反対のような性質に感じるような組み合わせて使ってみるっていうのも、ちょっと双子座らしくってこの時期いいんじゃないのかなと思うんですよね。自分のことを癒してあげながら、しっかり心をケアしつつ、そうやって一つ一つ今は得るっていうよりも手放していくっていうようなことにフォーカスしていくといいんじゃないのかなって思っていて、で、さっきも言ったようなエレメントで言うと風じゃないですか。なので、自分がいかに身軽になっていけばいくほど、その意図した方向にスムーズに風の流れのように乗っていくっていうような感じが今はとってもいいような気がしていて、で、その木星やぎ座の時にもお話ししましたが、これからすごく様々なことがいろいろ変わってくるような時期なので、時期に入ってくるので、そうなってくると、こういった双子座要素の柔軟性であったり、フットワークの軽さであったりっていうのがすごく役に立ってきますし、その情報っていうのも質のいい情報、自分にとって必要な情報っていうのをちゃんと選んで自分のものとして取り入れていけるかっていうのもとっても大切になってくるので、フットワーク軽く身軽に波に乗っていけるようなイメージを持って、いろいろそのまま情報であってもそうですし、まあ一度のね、そういった人間関係とかでもそうですし、まあそういったのをちょっと見直してみて、いかに自分をストレスなくさせてあげるっていう環境づくりっていうのを自分にしてあげるといいんじゃないのかなって思うんですよね。また満月の時っていうのは、そういった感情っていうのがやっぱりその月のリズムによって、こういうふうにちょっと揺さぶられやすい時期でもあったりするので、そういった時は自分の欠けている何かを補おうとするのではなくて、ただただ自分に対して癒してあげて、それでその癒しの時間っていうのを大切にしてあげて、で、その上で今必要ない思考もそうですよね。今こうやって考えて、ごちゃごちゃ考えて、それで嫌な気持ちになるんであれば、それは今必要のない思考なので、そういったものも手放していくっていうような感じで、意図してそのペパーミントとか嗅いだりすると、ほんとスーって軽やかになったりするんですよね。なので、そういう感じで自分にとっていかに必要のないものを手放していけるかっていうのと、あとこういった時期とかはもうイメージングっていうのもとってもお役立ちだと思うんですよね。で、シャワー入っている時も、そのシャワー、光のシャワーになっているってイメージして、その光のシャワーとともに自分にとって不要なものが流れていくっていうような感じで、自分がすっきりした先をちゃんと意図しながら、そういった光のシャワーを浴びるっていうような感じで、で、そのシャワールームから出て一歩出たら、また新たなすっきりした次元に自分が移行しているっていうような感じで、その入浴時間であったりシャワーの時間っていうのを有効活用するっていうのもいいかなと思うんですよね。で、それこそまあお風呂の中にラベンダーでもペパーミントでも、そのローズマリーとかもそうなんですよね。ローズマリーとかはそういったごちゃごちゃってなった思考をスーッとシャープにしてくれるような頭脳明晰作用とかもあったりするので、まあ、ローズマリーとかは考え込みやすい時はそういったローズマリーとかもいいかなって思いますし、あとその呼吸が浅くなると、血流とかもね、なんか気の流れもそうですし、血の流れもちょっと滞りやすかったりとかするので、呼吸を深くしてあげて、で、血液促進作用っていうのも
ローズマリーがあるので、そのペパーミントで呼吸をして、まあ、ユーカリでもいいんですが、整えながらローズマリーで血行を促進してあげるっていうのも、まあ、肉体と精神のバランスがこの時期、双子座の満月のこういった時期はそういうバランスの取り方っていうのもいいんじゃないのかなと思うので、ぜひ取り入れてみていただけたらなって思います。では本日はそんなところでした。こういった満月の日っていうのはちょっと揺さぶられやすかったりとか、まあ、波ができやすかったりとかするので、そういうのを優しくヒーリングというかね、自分で自分のことをヒーリングさせてあげるような感じでゆったりとゆっくりと過ごしていただけたらなって思います。では本日もお付き合いいただきありがとうございます。またよろしくお願いします。